学校内暴力騒動でルセラフィムを脱退したキム・ガラムが最近立場表明のコメントを発表した中、キム・ガラムの新しい過去写真が公開され注目を集めています。これに先立ってキム・ガラムの知人がインスタグラムを通じてガラムの喧嘩の売り方として出回っていた写真の原本です。2人は友人の間柄であり、会話の内容を見ていただければ分かる通り、互いのスマホを頻繁に貸し借りし写真を撮るような間柄でしたと言って写真を1枚公開しました。この写真はキム・ガラムと被害者 A さんの会話の内容をキャプチャしたもので、キム・ガラムは A さんに写真を送った後、 A さんに、ねえ、カンミョンの子たちのこと知ってるの？知らないのになんで友達申請したの？などの質問をしました。しかし該当写真が公開されたもののネチズンたちの反応はやはり冷ややかなままです。会話内容が日常会話のようには見えない、キム・ガラムは友人にも上下関係による権力があるように見えるなどの反応を見せています。これと一緒に最近とあるツイッターアカウントにはキム・ガラムの過去写真として数枚の写真が投稿されました。そのアカウントはキム・ガラムがルセラフィム脱退以降である22年8月に作られたもので、キム・ガラムの過去写真のみが上がっている状況です。該当アカウントに投稿された写真にはキム・ガラムの中学高校時代の姿が写っており、他のオンラインコミュニティにも広がり注目されています。これについて一部ではキム・ガラム本人か知人がこれらの写真を投稿しているのではないかという推測もされており、再デビューを準備してるのか、どんな写真も黒板の写真には勝てないな、2週間でも芸能人をやれてよかったみたいだね、今更過去写真をなんで公開するの、他の事務所に移ろうとでもしてるのか、などのネチズンたちの反応がありました。キム・ガラムはルセラフィムとしてデビューした直後、過去写真が公開され学校内暴力騒動に巻き込まれていました。特にハイレベルであった黒板前で撮っていた写真や Facebook でのメッセージ内容などが広がり騒動になりました。以降、被害者とされる A さんが校内暴力委員会によるキム・ガラムの処分内容の事実を公開し、先月20日にグループを脱退していました。今月10日、キム・ガラムは知人のものとされる SNS を通じて今回の騒動についての立場表明コメントを発表し、学校暴力対策自治委員会合意録と事案概要説明書を公開しました。またキム・ガラムはあの時の自分を責めたくはないとして、これからの人生を輝かせられるようより努力して生きていこうとしているとも伝えました。